こんにちは、今回はね、まあこちらに、なりますけども、これはランドローバーとも言いますし、まあレンジローバーとも言って、まあ2つの読み方があるんだけど、ランドローバーもしくはレンジローバーですね。で、これは、70年6月にデビューしたレンジローバーは、長年にわたりランドローバーで競った経験と、信頼性の高いメカニズムを発展させ、レジャー用とも卓球した全く新しい10年の 4WD 車。発売同時にランドローバーのアクロス走行性と多様性を残し、そして高性能乗用車の性能と移住性を合わせ持つモデルとして高く評価され、イギリス上流貴族のステータスシンボルとなる。タクシーで支出だった洗脳サイドボディは2枚のドアと上下2分式のテールゲートを持つ。パマーニットはローバー 3500cc、軽量オービス V 型超1B 3528cc を見返しなる指標を測定し、低オフ単価格のガソリンを使用可能なように実現したものを搭載。8.2US 加速とツインストロークの SE ツインキャブ132馬力、5性回転を発生した。4段ギアボックス、それに前進された2段トランスポーネ、フルダビ4人起動システム、前後とも長い恋で伝わりじっとなくする。リアサスペンション、ターブサーブ付け前輪ディスクブレーキを備え、最高速度155キロのハイウェイクルージングからオフロードまでそこでと乗り越して機動力を発揮した。80年にはフォードアバンが加わり、翌83年3台 AT が登場した。84年高性能仕様のウォークオース、85年には AT が4段となり、エンジンが電子燃料噴射をすると、ポルシェ911並みの外見は変わり、進化を続けた。93年、豪華満電版テンプラを加えた後、ようやく90年末になって、25年ぶりフルモデルチェンジを果たした、まあ、2代目と、なんですね。ということは、これは25年という長きにわたって、まあ、販売されていたもので、まあ、ランドローバー、もしくはレンジローバーというと、トミカでも昔あった、この細長いのが、まあ、思い浮かべるんですが、こうやって短めのランドローバーもしくはレンジローバーっていうのがありまして、まあ、これが非常にややこしい話なんですが、こういうサリオにちょっと似たような車としてはランドローバーシリーズ2っていうのがあるんですよ。で、これがランドローバーなのか、あるいはランドローバーシリーズ2なのかっていうところで一見見分けがつきにくいような感じでもあるんですが、ランドローバーシリーズ2になりますと、こういうタイプなんですが、ここのボンネットっていうかね、この辺りがポコンってこうへこんでるんですね。で、ポコンとわざとこうへこんでいて、そこに窓がこう二分式になってて、まあ要するに、まあ陸軍なんかでもよく使われてたんですけど、イギリス海軍っていうかね、自衛隊、日本でいうとまあ自衛隊あたりが使ってたんだけども、そうですね、思い浮かべると例えば日本のジープみたいなもんですね。ジープとかあるいは、自衛隊用のパジェロ、まああんなような感じです。で、それで、それが1958年から、61年と、あともう一台ややこしいのがあって、シリーズ 2A っていうのがあって、これがシリーズ2の次に出てたんですね。で、これも初代とあんまり変わらないデザインで、で、これが61年から71年まで、まあ、製造していた。だから一口にランドローバーもしくはレンジローバーって言っても、これはランドローバーってシリーズ2ってやつですけどね、この画像じゃないやつですね。で、非常にそういうわけで、まあ見えにくい、覚えにくいというか、よほどの車好きじゃないとちょっと分かりづらいところなんですね。で、もともとランドローバーっていうの会社は、レイランドグループっていうのがあって、ローバー、ランドローバー、スタンダード、トライアンフという会社が、合併して、まあ、小さな会社の、まあ、寄せ集めみたいな感じで、こう大手の自動車メーカーと対立をしていたんですが、まあ、対抗してたんですが、1984年にトライアンフというのは、まあ、その前にトライアンフって名乗ってたんだけど、この集団のところがね。ところが84年限りでブランドがなくなったことによって、レイランドグループというふうになったんですけど、そのローバーも86年から、なんていうのかね、まあ、ほぼ独立するような形みたいになってしまったので、まあ、レイランドグループは、まあ、80年代の時にこうね、ミニなんかも作ってた会社なんだけど、なんとか、
大手の自動車メーカーで、対抗してたんですが、販売面ですごく厳しい状態になってしまって、でこれを機に確かもうイギリスにおける自動車メーカーは、ほぼ全てがまあ撤退をしたと、もうほとんどのイギリスの自動車メーカーはほぼ全て撤退して、撤退したというのはどういうことかといったら、まあ、メーカー例えばジャガーとかローバーとかミニクーパーとかあれはあるんでしょ、あるんだけど、例えばミニクーパー今 BMW の傘下に入ってるし、ジャガーは確か別の会社の傘下に入ってたんだ。だからその本当にマルキーオリジナルの独自ブランドっていうものができなくなったんですね。競争に負けてしまったから、大手の自動車会社の、まあ、傘下に組み入るような形になってしまった。だからまあなかなか、なくなりました。ローバーっていうのも、まあ、元はといえば昔1990年代、まあ、懐かしいあたりなんですが、その初頭の頃なんかは、日本のホンダですね、ホンダと連帯をして、ホンダの車を作っていた、ホンダと同じ形の車を作っていた時期もあったんですけどね。ただその時まだホンダというのが80年代の時はまだそのホンダ独自の自動車っていうのが少なくて、今みたいにこう力があんまりなくて弱かったから、そこでホンダはその外国と連帯をして、確かこの年次ローバーの会社もね、あれでしたね、ホンダと提携をして、当時ホンダが、今はほらラブフォーじゃない、今はホンダは CRV とかね、まあ、先月、まあ、7月の新車を出しましたけども、出てましたけども CRV っていう車で非常に人気がありましたけども、 CRV はまだ出てこない時代、もう遥か昔ですね、もう30年以上昔なんだけど、まあ、30年近くかけた人はね、レンジローバーが、レンジローバーじゃない、その、ラブフォーじゃなくて、まあ、CRV が出てくる前に、なんとかしてですね、まあ、ホンダは4駆を作りたいと。ただ4駆を作りたかったんだけど、他のトヨタだとか、もう常に RV ブームが当時あってね、もうトヨタではラブ4を出しちゃってるし、ダイハツは昔キャミーなんてのも出したしね、で鈴木はジムニー出してるし、もうそういうわけでもう対抗地数が厳しい状態で、三菱はパジェロを出してるでしょ、トヨタはランクルとかサバリとか出してるから、まあ、それにどうしても勝ちたいっていうのがあって、でそれで競争したいっていうのがあって、でホンダはまあ四駆の技術をあまり取得してなかったので、今までスポーツカーだとか乗用車シビックとかね、まあそういうような車とか S600、S800 とかそういう車に目向けてたから、やはりその四駆の技術をランドローバーの会社から、譲り受けて、でそれを共同で開発するっていうことを条件に、作ってたんですね。昔はジャズとかホライゾンなんてありましたけど、あれらが、まあ、独立してって、ホンダ独自になる。で一時スバルとも連携してましたね。スバルとも一緒になって、あの四駆を作ってた時代がありましたけども、まあといってももうそんな話は明らかに30年近く前の話なんで、今それを知ってる人ってよほど車好きの人か、あるいはまあ、年代が40か50ぐらいの人じゃないと多分知らないかもしれませんね。まあ、それだけやっぱり今になってみればレアな車だってことですね。でそれで、まあ、そういう過去の経歴がまああったということなんですね。でこのランドローバーも実はこう短いものがあったと、ここのこういうタイプのがあったんですね。で昔だったっけな、麻生総理大臣が元総理大臣ね、あの人今大臣やってるけど、あの人が20代の若い時に、ランドローバーの初代に乗ってブーッってこう、ランドローバーじゃない、あれはあれか、ランドローバー、ランドローバーだったような気がするんだけど、もし間違ったら申し訳ないんだけど、まあ、その車をブーッって乗り回してですね、砂漠のとこ乗り回して走ってたっていうのが有名なんですけども、まあなかなかこういう車っていうのはないですね。だからまだまだね、
そういうわけで、世界の車っていうのを調べるとね、まだ見たこともなければ聞いたこともないような車種がたくさんあるんです。ですから、まあ小学校高学年とかも中学生にとってみればもう車の絶頂期に浸る時期なので、そういう時代だからこそある意味面白さがあるかもしれませんね。その時ってまだ名前も聞いたこともないし、なんだこの車みたいな車がたくさんあるんです。例えばカエルみたいな名前だけど、ゲルゲルっていう車、ゲルゲルって車もあるしね。あとはまあそういうふうにトライアンフだとか、ボクスコールとか、ラゴンダとかね、マークスとか、AC とか、あまり聞いたこともないような、日本であまり聞いたこともないような人ですね。というのは、大体小学校、高学年ぐらいまでの時って、まあ、正直言って日本車が精一杯なんですよね。で、大体早い子で小学校、高学年、まあ、5年生ぐらい。で、遅いと、まあ、中学1年生ぐらいかね、の時になると、初めて外車という、外国から入ってきた車っていうのが、より身近に、身近っていうか、よりちょっとこう近づく感じになるんですね。というのも、まあ、無理もないんですけど、日本というのは、日本車が走ってるのがほとんどだから、まあ、あんなバブル絶頂期の頃みたいに、六本木のカローラなんて言われてた、BMW3 シリーズが走ってたみたいに、あんなに至る所で外車が走り回ってるっていうのは、ある意味異常なことで、景気が悪くなってきたからは、そういう外車が走るってことはめったにないんですよね。だから実際に街中走って目撃することがあるかっていったら全くないってわけではないけど、ほとんど少ないですよね。ほとんど日本車が走り回ってるって感じです。ですからそういう状況下の中なので、まああまり馴染みがないっていうのがありますよね。でそうすると中学こういう時って、まあ、馴染みがないことに対して調べようとする。例えば今まで小学校の時は日本史を習ってたのが、今度は世界史って世界の歴史を学ぶわけですよ。だから同時に今までこう鎖国状態であった日本が開国をしましたみたいな感じで、日本に今集中して6年間小学校1年生から6年間頑張ってきたものを、今度はじゃあ世界の状況というのはどうなってんのかなということで、今度世界に勉強する余裕ができたわけですね。だからある意味中学生ぐらいになって外車のことが分かるようになったっていうのは素晴らしいことで、それはそれだけやはり成長したということだし、それだけやはり余裕ができたということですね。余裕がなかったら、心に余裕がなかったら日本車で学ぶのが精一杯ですから、そういう余裕ができたということです。ですからまあそういう時期に外車のことをどんどん勉強すると、日本の自動車メーカーがいかにちっぽけなものかっていうのがある意味分かってしまいますね。世界は広しですから、世界はいろんな自動車メーカーが有名なところもあれば、あんまり聞いたこともないようなメーカー、要するにメーカー、キットカーメーカーって言ってね、要するに注文、三岡みたいに注文、お客様の注文を受けて、まあ、車を作りますっていうふうな、そういうふうな、会社も多いので、まあ、なかなか見られないんですよね、他ではね。だから、そういった日本だとあんまりそういうね、注文を受けた方自動車作りますって言ったら三岡とか他にもあるんだけど、あんまり、まあ基本的には日本ですらあんまり知られてない。で、車好きの人でもよっぽど車好きの人じゃなきゃ、なんだそのメーカーはって感じなんですよ。だからそういうメーカーが例えばフランス、イタリア、イギリス、アメリカにはたくさんあるんですね。で、中国なんか聞いた話じゃ、まあ公式的には発表されてないものもあるんだけど、まあ1000以上の自動車メーカーがあるってわけですよ。ちっちゃいのから大きいのからだって。で、しかも中国、韓国、北朝鮮の車なんてのはパクった車が多いですからね。要は日本車をパクりました、ドイツ車、アメリカ車をパクりましたみたいな車も多いので、そういう車がたくさん走ってるんですよ、あの国。だから、なんていうんですかね、聞いたこともないような、見たこともないような車がバーッと走ってるから、もうそれこそ日本に入ってくるような自動車図鑑なんかあればいいんだけども、まあそういう図鑑ですら認めてもらえてない、まあ乗ってないっていうことですね。そういった車もたくさんあるんですね。ですから、まあ、そういったものを喜びを知るっていうのはデザインですね。まあ、私になりますと、私とかになってくると、今度はもうトラックだとかバスだとか、まあ、そういったものまで興味を持ち出すんですね。
ですから、ある意味、キリがないって言ったらキリがないんだけども、まあ、そういうふうに、でも結局、やがてはみんなそういうふうにトラックだとかバスのメーカーとか興味があればね、そのメーカーのところはバーッと、要するに車全体で歴史ですよ。要するに車が1800年に最初にできた頃から今現在まで進化があるようになるんですね。まあ、それだけやっぱり車というのは、それだけ魅力が大きいということです。というわけです。どうもありがとうございました。